場に来ました。混んでるね。ダメかな、仕事の泊まり、うん、宿直仕事の明け晩で、お家でご飯食べて朝9時ぐらいに仕事終わって帰ってきて、それからご飯食べて割とすぐ出てきたんだけど、今11時半になるね。この時間だともうダメかもしんないけど、ダメ元で来てみました。苗場ドラゴンドラ、やっぱり乗りたくて来ては見たけど、どうだろう、すごく美しい景色、紅葉、本当にいい時期なんで乗れたら本当にラッキーなんだけど、ちょっとまだ何とも言えないですね。スタッフの人に何か言われるんだろうかな。あ、3時間半で乗れるんだ、やっぱり暇だけどね、飯とかない、何も。3時間半待ちですけど、お並びいただきます。なんとか乗ろうと思って。じゃあウインカー左に出して、はい、斜め左にお進みください。ご、はい、利用です。紫の係員のところへ。はい、3時間半待ちだけど乗れるかもしれないから今日は待とうと思います。これがね、苗場プリンスホテルですね。見渡す限りの紅葉は本当に綺麗で、本当にいい時期だったなと思います。ドラゴンドラはね、ここからは全然見えないんだけど、でここからね、確かね、シャトルバスに乗ってドラゴンドラの駅まで行くんだよね、確か。周りの山々は本当にいい色になってるね、本当に。なんかつい一昨日ぐらいに、紅葉は山だけじゃないぞとか言って、たくさん神社とかで撮ってきたけど、やっぱり山の紅葉素晴らしいわって今思います。車すごい半端ないけどね、これ本当に車の数はすごい。3時間半待つだけはあるな、これという感じです。今ドラゴンドラネストハウス内、日本最長5481メートルです。まだまだ乗れないです。こんな感じ、交通券、往復券買いました、買いました。あとバス並んで乗り場まではバスで行くらしい。あのプリンスホテルの観光バスというか大型バスで行けるみたい。ラッキー、ラッキーです。後ろは小さいバスだけど、うわー、ついてるな。このバスに乗れるだけでも嬉しいぞ、俺としては。六駅ってやつだね。来ました。人すごい。これがほら見えてた。ドラゴンドラ。俺にこれから乗りますよ。ほら、2年ぶりに来ましたよ。ドラゴンドラね。楽しみです。はい。田代、苗場田代ゴンドラと書いてある。これね、なんかもういそいそと、もう降りたらすぐ乗る感じになるね。これね。なんか余韻がなく。ね、まあ行くだけ行っちゃわないとって話だな。上でご飯食べれるといいなと思ってます、今のところ。わかんないけど、
に本当に乗りますね。いや、やっと順番が回ってきました。これね、行ってきますよ。乗ります。はい、いや久しぶり、2年ぶりに来ましたよ。ドラゴンドラ苗場に来てますよ。今人映っちゃう、人映っちゃう。景色最高かもよ。ちょっとね、でもどんよりしちゃってるね。どんよりしちゃってきた。今は本日2020年11月1日の今は1時55分ぐらい。お昼の11時半に着いて3時間半待ちますよって言われたけど、結局2時間で乗れました、ね、今日本当にこれ紅葉いい、もういい時期だと思うんだよね。こんな感じ。ちょっとガラスがね、汚いところがちょっとあるとあんまり悪いな。でもすごくいい景色ですよ。こんな結構高いところが俺苦手なんだけれども、でもね、なんか今日は割と大丈夫かな、大丈夫な感じ。日によるんだよね。すごい、結構怖いじゃ怖いんだけど、作ったなこれって思う。冬場はね、普通にこれはあのスキー客だとかスノーボードとかの、するのにもう普通に使われてるんで、冬場なんか来ても面白いかもしれない。一回も来たことないけど、あほら景色が、あの紅葉が本当に最高。実はあの一昨年も来たんだけれども、一昨年はもうね、この紅葉が終わりつつある感じだったんだけど、今年はもう抜群のタイミングだったね。今日やっぱり意を決して来てよかったなぁ。揚げ晩で結構体はきついんだけど、でも来てよかったなと思ってます。こんな感じ。一箇所ね、すげえ怖いところがあるんだよね。あそこをちゃんと撮れたらいいなと思ってます。わぁ揺れるからね、ちょっとね、マジか。うわー、これはすごいよ。結構高いね。このアングルでいいものか、果たして。時々こうやって振ればいいのか。ほら、うわー最高。いやー、昨日だか一昨日だか白山公園の紅葉を撮ってきたけど、やっぱりちょっともうまるで違うね。もう別格ですな、やっぱり。最高だね、こういう感じ。うわー、ねえ、高いところ苦手な人には結構怖いけど、まだこの辺はね、でも大丈夫。やっぱりちょっとこのガラスの色がついてるから、ガラスのないところ、このが今これ窓が開いてるんだけど、窓のところからこれちょっと隙間から撮ってます。うわー超綺麗じゃないこれ。
なんか途中なんか湖みたいなの前見えたような気がするんだけど、右側にどうだったかな、はい、こういう感じですね。今ドラゴンドラ生放送できたら一番面白かったんだけどね、まだそういうことができないんでね。まあ生じゃなくてもいいか別に。あさってまで営業してるみたいですよ。大人3000円だけど、西武のそのプリンスの会員に入ると、まあ本当に住所と名前書くだけのようなやつで会員に簡単に入れるんだけど、年会費無料で、それ入るだけで1人当たり400円安くなるんで、そのプリンスの会員入ってると2600円で1人往復できます。絶対お得ですよ。すごいね。あそこかな、あそこだな。これカメラだと分かるかな、めちゃくちゃ怖いんですよあそこ。もうこのね、あの急降下というか、すごいこの角度で下に下がるんですよね、崖の方に向かって。これめちゃくちゃ怖いんだけど、これカメラだと、星だと分かるかなっていうとこだな。あれ、ここじゃないか、ここじゃないな、もうちょっと先だな。こんなもんじゃなかったもん、怖さ。ああ綺麗だね、ちょうど本当に紅葉のいい時、抜群にいい時だね。2年前に来た時はやっぱり同じ11月のこの終わりぐらいの時、終わりっていうかの11月入ってすぐぐらいで、ドラゴンドから今日で終わりみたいな時に来た時は一昨年なんだけど、もう葉っぱなんかほとんど散っちゃってたからね。今日はでもやっぱり今年遅いのかもね、紅葉が。こんな感じでまだもう持ってるというか、これカンカンに晴れてるとすっごくもっと綺麗なんだよね、色がこう映えて。あそこで一回登る、で登った後にガクンと下がるんですね。あそこが怖いんだよね。あー綺麗、もみじめちゃくちゃいい色になってますよこれ。こんな感じ。あーちょっと撮り遅れたね。そこはなんかサッカーコートみたいなのがあるね。いやここおすすめだよ。ちょっと値段が高いけどね、山の紅葉を見るにはとてもいいと思いますよ。すごいね。何も音楽とか流れてないのがまた結構いいよね。富山のトロッコ電車とか乗るとね、こうね、アナウンスが流れてたり音楽が流れたりする、まあ、あれはあれでいいんだけど、こうやって静かの 中でね、何にもやっぱりこう、ゆっくりこの紅葉をじっくり見れるっていうのもなかなかいいかもしれないね。俺もあまりベラベラ喋んない方がいいのかもしれないんだけど、もしかしたらついつい喋っちゃうんだよね。全国的にもこういうとこ結構あるのかな、わかんないけど、でなかなかね、こう新潟県の湯沢町になるのかな、苗場町とかあるのかな、ちょっとその辺の住所はわからないんだけど、でもなかなかね、みんながなかなか来れないじゃないですか。だからね、ちょっとこの映像ででもね、ちょっと楽しめれば、楽しんでもらえればいいなって思って撮ってます。あ、このカメラもね、なんか画素が大したことないんだよね。こういう、これホームビデオカメラで撮ってるんだけど、意外とね、こう大したことないんだよね。これスーパーファインって言って、これ一番画質のいいので撮ってるんだけど、なんかこういまいちなんだよな。なんかこう結果見るとスマホの方が綺麗に撮れてたりさ、そういう感じがある。
でもさあ、あのポイントに行きましたよ。ここで登り切ってから、これ伝わるといいんだけどな、この怖さ怖さ、これね、マジ俺これちょっと絶叫マシーンに近い感じで怖い。あー、これ怖いよ。このね、最高到達点からのこの下り、うわ怖っ、うわー怖え、これだよ、これわかるかな、めちゃくちゃ怖い。いやでもね、山の景色はこれすごいよ、これは最高に綺麗。この高低差は相当だ。来るためにここだけはやっぱり怖い。あー、これちょっとこのガラス越しだとやっぱり分かりにくいかな。こんな感じ、やっぱりガラスない方がいいよね。撮りますね。これね、すごい高低差角度で下ってます。もうすぐそこには川、です。これは最高だね。苗場ドラゴンドラ。うわー、綺麗。ガラスがやっぱりやだな。ガラスがやだな。
眼で見とかないとって思う。超綺麗ですよ。もう絶好のね、紅葉。もうほんとこれも赤が綺麗。また下りますね、これね。また、ガガーッと下ります。これも怖さ、多分伝わらないかな、カメラだったら。意外とね、後から見るとさ、あんまりこう、わからないんだよね、角度とかって。これも結構グワッと下ってます。うわー綺麗だね。本当にこれ紅葉最高ですね。一昨年はこういう細かい木のね、葉っぱはみんな落ちちゃってたから、もうハゲ山みたいになっちゃってたんだよね。今年はもうこれ最高だね。今までにないくらい最高。来てよかった、今日これ。うわ素晴らしい。結構怖いけど、高所恐怖症の人はね、まあ僕がそうなんだけど、結構怖いかもしれない。思ったより揺れるし。あーすごい、山々も綺麗だね。同じもみじでもやっぱりこの色のつき方が違ったりするから、こうやっていろんな色、いろんなこう色合いがあって綺麗に見えるんだろうな。すごいね。
20分経ってるけど何分なんだったかな、所要忘れちゃったけど、結構やっぱりでも、ね、高いなと思うけど、それだけの価値はあるなって思います。これだけの景色とね、設備ね、すごいよ。いかにいい時に来るかがね、やっぱりYouTube とか上げたりするのを考えると、ね、できるだけやっぱりいいカメラを使うっていうのがやっぱり基本なんだろうなって思う。俺の中ではこれ結構いいカメラと思って買ったんだけど、ちょっとスマホと変わらないというか、スマホの方が写りが綺麗だったりするのが残念だな。なんかこう白っぽくなって写っちゃうんだよね、なぜか。なんか逆光とかそのバランスの合わせ方かな。この辺はでもあんまりこう紅葉の綺麗なところがないな。こういうところもあるか。後ろ見てるよ、後ろ。あ、すごい。なんかほら、山々とさっきプリンスがあんな遠くに見える。こう撮った方がいいか。ガラスに色がついてるのすごくなかなかね、ガラスがいらないというか透明が良かったね。ガラスがね、青っぽいガラスですね。で、そこがほらダムね。あれさっきのダム、あれさっきの泉と違うかも。え、一緒か。よいしょ、よし。はい、山頂の駅が見えてきましたよ、ようやく。長かったね。でもまあ、あっという間っちゃあっという間か。ああいうところの道路とかって、なんか車で来れるのかな。来れたら面白そうだけど、ね、結構怖そうだけど、ね、ああいうところちょっと来てみたいけどね。はい、山頂の駅がだんだん近づいてきましたよ。上では確かね、ちょっと食べたり飲んだりみたいなところがあったと思うんだよな。一昨年のことなのにちょっと一応覚えてないんだけど、食べれたらこう絵が撮れたらいいなとは思ってますが、これはちょっと行きのねやつはこれノーカットで上げられたらいいな。もう24分とか経っちゃったけど、そうそう、こうやって子供たちがね遊んでたりするんだよね、上。うわ、人いっぱいだ。なんかほら屋台みたいなのも出てるし、賑やかだね。人はかなりいるね。ちょっとなんか食べれたら食べようかなと思います。今到着、はい、山頂駅です。でですね、あんまり人を映しちゃうとあれだけど、なんかこんな感じだね。
1346メートル。はい、こんなしてみんな遊んでます、ね、こんな感じ。あそこのレストハウスにね、今から行ってみようと思います。こんな感じ、苗場トラゴンドラね、来ましたよ。何か食べようと思う。どうしようかな、悩む。まいたけ天ぷらそばを頼みました。食べますよ、これから。1200円。でも結構すごいよね。結構すごい、うまそう。うまそう。手打ちっぽい、手打ちっぽい。いただきます。おいしい。こういうところで食べるから美味しいってのもあるかもな。うまかった。全部食べてしまった。ごちそうさまでした。山頂に来て、さらにこのなんかこうちょっと高いところに上がれるところがあって、そこから見るとね、あそこにもほらね、ちょっと湖みたいなのがあります。こんな標高の高いところにちょっと見えにくいけど、あそこもちょっと行ってみたいけど、ちょっと結構遠いかな。お腹いっぱいです、もうちょっとしたら下ろうと思います。あと今リフト使ってないけど、リフトあります。でさっき食べたところがあそこ、三角のとこですね。ちょっと見て、あれ雪じゃね。雪ですよ、雪。11月1日にこのやっぱり結構まあ高いところまで来たとはいえさ、雪があるとは思わなかったね、まさか。はい、2020年初の雪を。雪だよ、やっぱりすごい雪があったよ。まあこれ屋根から起こったやつなんだけど、へえ、雪だ。ほらもう雪降ったんだ、まともに。こんな風にびっくり。寒いわけだよね、すっごく寒いです今。雪があった。